ふわぁ、どうした霊夢、すごいあくびだな。いやぁ、最近疲れが溜まっててねー。忙しいのか？ちょっとね。なんだか人生がハードモードに入った気分よ。霊夢の人生でハードモードなんて言ったら、偉人の人生はまるで地獄モードになってしまうぞ。え、なになに？私よりハードな偉人がいるっていうの？もちろんさ。おそらく霊夢のハードとは桁外れなものだと思うぞ。ほう？それは実際に説明をしてもらって、私とどっちの方がハードか勝負よ。それじゃあ今日は、人生が超ハードモードだった偉人5000と題し、彼らの壮絶な人生について語っていこうと思うぜ。さてと、トップバッターはこの人、高野長英だぜ。一発目から初対面の人だわ。高野長英は1804年から1850年を生きた人で、江戸時代後期の医者、蘭学者として活躍していたんだ。蘭学って確かオランダ語の学問だったわよね。そうそう、よく覚えていたな。オランダ語を通して日本に入ってきた西洋学問を、蘭学って言うんだ。高野長英は、同じく江戸時代後期の有名な画家であり武士である、渡辺崋山の弟子だったんだ。渡辺崋山はなぜか覚えているわ。響きが覚えやすいから聞いたことがある人も多いかもな。高野長英の作品として、戯術夢物語や忘れ形見などがあり、他にもオランダ語文献の翻訳も多く行っていたんだ。本を書くことにも長けていたのね。そんな高野長英だが、最後は幕府からの弾圧を受け、亡くなってしまうんだ。ええ？高野長英ってお医者さんよね？しかもオランダ語が読めるなんて、昔の時代はこんな優秀な人物を重宝すべきなんじゃないの？重宝すべき人物ではあるが、幕府の意に歯向かうような思想があったら、優秀であるかどうかに関わらず、一発アウトだったんだぜ。はぁ？高野さんは一体何をしたんです？さっき高野長英の著作に、戯術夢物語があったよな。そうね。実はこれが、高野長英の人生を大きく変貌させることとなったんだ。この戯術夢物語っていうのは、どんな内容が書かれているの？これは森村号事件について書かれたものだな。森さん。いや誰やねん。森村な。1837年、異国船打ち払い令に基づき、アメリカ船籍の商船、森村号が打ち払われ、これが森村号事件となった。あ、アメリカを打ち払ったの？幕府も勇気あるわね。このことは1838年に高野長英に知られ、彼は、無茶なことだ。やめておけ。とコメント。まあそうだよね。それが一番正しいと思うわ。そしてこの件については師匠の渡辺崋山も同じ意見で、幕府の行動を批判するような意見が戯術夢物語でまとめられ、それが高野長英を中心に、内輪で回覧として扱われていたのさ。今の回覧板みたいな存在なのかしらね。だがしかし、この戯術夢物語は長英が思った以上に広まってしまい、たくさんの学者の間を出回るようになってしまったんだ。幕府の批判書物が出回るのはやばいわね。そしてとうとう、戯術夢物語は幕府の将軍の手にまで届き、1839年に、あの有名な蛮社の獄が勃発したんだぜ。確か学者たちの言論を弾圧した事件よね。そうだな。ちなみに蛮社というのは、南蛮の学を学ぶ同好の社中という意味で、蛮学社中を訳したものが蛮社なんだ。ほう、そういう意味だったのね。蛮社の獄によって、渡辺崋山と高野長英は二人とも入牢。長英は俵藩にかくまわれていたが、自首をしたんだな。どうやら最初は数ヶ月の刑罰で済むのではないのかと考えていたらしい。師匠も捕まっていたから、という理由もあるのかもしれないよね。人生ハードモードの人の紹介だから、きっとこれが人生を大きく変えるきっかけになるのね。ああ、まさにその通りだぜ。江戸時代の牢屋敷には格があり、崋山が入れられたのは比較的高位者向けのものだったが、長英は一般町民向けの大牢で、その環境は最悪そのものだったんだ。それはちょっとかわいそう。長英の式によると、その牢は日光も入らず、風も通らない陰鬱な場所で、そこに数十人という数の囚人がびっしりと詰まっているという。マジで環境が最悪なのね。私は一秒たりともそんなところにいる自信がないわ。蛮社の獄で収監された8人のうち、4人が半年内で命を落とした環境だが、長英は心の底を鬼となし、生き延びる覚悟を決めたんだ。お、さすが長英さん。だが長英の刑は終身刑。何か大きな出来事が起こって、代謝の霊が出されない限り、牢から出ることはできない。数ヶ月の刑だと思いきや、終身刑だなんてねー。長英が牢で服役してから5年後、彼はついに脱獄を決意したんだ。脱獄？そう。長英は頭が良かったから、かつて江戸にあった切り離しを利用したんだ。切り離し？何それ？火事が起こった時、火が牢の囚人を襲わないように、囚人を3日市中に解放する策だぜ。良心的な策ね。切り離しは3日以内に戻ってきた囚人に減刑、3日経っても戻ってこなかった囚人には、死刑を与えていたんだ。ふむふむ。でも火事なんていつ起こるかわからないじゃないの。そこで長英は見張りの人を買収して、放火するように賄賂を渡したんだ。その結果見事に切り離しが実行され、長英は脱獄に成功。許された3日で長英は家族に会い、その後は江戸から姿を消すことになる。
そして人目を避けながら転々と移動していくうち、1845年にふるさとの母に会い、そこからまた江戸に戻り、家族と過ごすようになったんだ。江戸に戻ったらバレない？もちろんリスクは大きいし、実際このことが原因で長英は最後を迎える。1850年10月30日、長英の元に大怪我をした患者が運ばれたが、それは幕府から派遣された追手だったんだ。高野長英、ピンチ。それを見抜けなかった長英は追手によって捕らわれ、牢に連れ返される道中で命を絶ったという。悲しい。せっかく家族とも幸せに暮らしていたのに、脱獄によって命を落としてしまったけど、長英にとっては家族と過ごせてよかったのかもしれないな。一人寂しく牢で亡くなるのよりはいいと思うわ。さあ、二人目は日本のイケメン武将、木村重成だぜ。はい、はじめまして。画像から全然イケメン感を感じ取れないけど、マリサがイケメンって言うからイケメン扱いをしてあげるわ。昔の絵画だからそれは仕方ない。木村重成は、安土桃山時代から江戸時代初期にかけての、豊臣家武将だったんだ。あの豊臣秀吉の？使えたのは秀吉ではなく、その子である、秀頼なんだな。ほう、この方に使えたのね。重成は秀頼とほぼ同年齢だったらしく、二人は父兄弟としても知られている。父兄弟？何それ？実際の母親は違うが、同じ人の母乳で育った者同士のことだな。ああなるほど。重成の父と兄は、秀次事件によって自害をさせられてしまったが、幼かった次男の重成と、その母は除名され、母は秀頼の乳母となったんだ。それで父兄弟になったのね。幼少より、故障として使えるようになった重成は、秀頼から厚い信頼を受けていた。その結果、重成は成長し豊臣家の重臣となって、重要な会議などに出席するようになる。そして1599年に豊臣姓を与えられたんだな。姓を与えられるっていうのは、相当信頼されていたってことだよね。そうだな。重成が一番活躍したのは、1614年、大阪冬の陣、1615年の大阪夏の陣で、徳川家が豊臣家を滅ぼしたことは有名だよな。それは歴史の授業でやったわ。実はこの冬の陣、豊臣軍は徳川軍に休戦を求めたんだが、この際、講和の聖使として徳川軍に対談を進めていたのが重成だったんだ。聖使？講和？何それ？休戦や停戦を求めることを講和というが、仲直りだと思ってくれてもいい。聖使というのは、仲直りをするときに話し合いをする中心人物のことだ。ま、重成は豊臣軍の代表だった。って感じだぜ。はい、豊臣軍の代表ってかっちょいい。ちなみに重成ってすごい戦績を出したりはしていたの？いや、実はこの大阪冬の陣が重成の初戦だったんだぜ。へ？初戦で戦争を終結させる聖使になれるものなの？他の武将だとありえないことだが、重成は秀頼の父兄弟だっただろ？まあ確かに。実は当時、時代の流れは徳川家に向かっている、と豊臣家の家臣の大多数が感じていた。昔は自分のトップが負けそうだなと思ったら、他の武将につくことが当たり前だったんだよ。なんだか裏切りみたいだけど、聖使がかかっているんだもの。確かに、負けるとわかっているのに、その人に服従し続けるのは難しいかもしれないわね。その点もあり、小さい時から一緒に生活してきた重成を選んだのだろう。しかも大阪冬の陣が重成の初戦とはいえ、重成自身は武術や馬術にかなり長けていたようだから、信頼的にも実力的にも、重成が最適だったのかもしれないな。結構万能な武士だったんだね。実は重成が冬の陣で講和をするにあたって、ある逸話が残っているんだ。逸話？何何？血判っていうものを知っているか？血判？誓約書とかを結ぶときに自分の指を少し切って、ハンコの手肉代わりにするのを見たことないか？あ、はいはい、わかったわよ。親指をハンコ代わりにするやつね。そうそれ。逸話によると、重成が徳川家康から血判をもらった後、その血判が薄い、と指摘し、もう一度血判をやり直させたというんだ。え、あの徳川家康に？勇気あるなぁ。逸話というから真実かどうか定かではないが、このような話が作られるということは、それくらい、重成は徳川陣営の前でも堂々とした態度をとっていたということさ。敵軍相手に堂々とできるのってかっこいいわよね。そして冬の陣の翌年、大阪夏の陣が勃発。大阪夏の陣はいろいろな場所で繰り広げられていて、その中でも重成が命を落としたのは、八尾和歌への戦いなんだ。この戦いは激戦とされていて、朝の4時から戦が始まったという。朝の4時とかまだ爆睡してるわよ。重成の部隊は最初こそ有利な立場だったが、朝から戦闘を繰り返していたため、予想以上にダメージを受けていた。だが重成はそれでも引き下がらず、徳川家康と秀忠の首を討ち取ろうと前進。そして激闘の末、最終的に重成は安藤重勝という18歳の若武者に討ち取られ、その武者生涯に幕を閉じたんだな。重成は何歳で亡くなったの？23歳だな。まだまだこれからという年齢だぜ。やっぱり時代の流れは残酷なのね。重成に関して、あの徳川家康も死を惜しんだ武士、と言われていたくらいでな。夏の陣を生き延びていたら、今頃歴史の教科書に彼の名前が載っていたかもしれない。歴史にも死、がないのが残念だわ。
さあ、3人目に紹介するのは、16世紀のデンマーク天文学者、ティコ・ブラーエだぜ。相変わらず知らない人だけど、名前が可愛い。ティコ・ブラーエは天文学者以外に、占星術師や錬金術師、作家としても知られている。さらにデンマーク貴族の出身だから、まるで漫画に登場するような、エリート的存在だったんだ。そんなエリートが人生で苦労するとは思わないけどね。まあ話を聞いてくれ。ティコ・ブラーエは極めて正確な天体観測者として有名なんだ。夜空を見上げて星の名前を言える人ってすごいよね。私は目が悪いから星さえ見えないけど、それはメガネでもコンタクトでも、自分に合ったものをつけてくれ。ブラーエのすごいところは、当時まだ望遠鏡が開発されていないのにもかかわらず、自分の目と航海用の道具、そして数学的な計算だけで、現在の超新星を含む、新しい星を1000個以上発見したことだ。望遠鏡がないのに1000個以上も星を発見できたの？化け物級に頭がいいわね。そんなブラーエなんだが、実は大学時代に鼻を失っているんだな。え？肖像画にはちゃんと鼻がついていたけど？それは後から作った鼻だ。ことが起きたのは1566年の12月10日。ブラーエの大学の教授が、家で婚約パーティーを開いたんだ。それはおめでたいわね。そのパーティーの最中、ブラーエは同級生で同じ貴族の出身であるメンドルプ・パースベアウと、誰が一番優秀な数学者であるか、について口論になったんだな。さすがは頭のいい人同士。口論する内容も一般人とはかけ離れているわね。結局婚約パーティーの日だけでこの問題は解決せず、同月29日に再度ブラーエとメンドルプが衝突。ここで二人は、この問題を男の対決で解決しよう、と双方の合意で決めたんだ。男の対決。剣による武力での解決だぜ。いい歳した二人が何してんの？この激闘の末、ブラーエは美容を失い、額を横切る大きな傷を負ったんだ。うわぁ、聞くだけでも痛そう。それじゃあ最後はメンドルプ君が勝ったっていうことでいいの？いや、最後は和解だな。果たして鼻を失った意味とは、男にとって重要なのは結果じゃなくて、戦うこと自体に意味があるんだよ。きっと、マリサ男じゃないでしょ。なんでそんなことを知っているの？これはあくまでも私の予想だ。予想を当然のように話さないでよ。ブラーエは鼻がなくなった後、病院でできる限りの治療を受けたが、最終的にはつけ花となる。義眼とか義足はわかるけど、つけ花？は聞いたことないわ。ブラーエのつけ花と同じ種類のものがウィキペディアに載っているぞ。画像を見るとさ、金属って感じがするわね。昔はシリコンなんてなかったからな。このつけ花なんだが、接着は小麦ペースト、またはノリでくっつけられていたらしい。小麦とノリで金属の花がちゃんとついていたのかね。歩いている途中にボトって地面に落としたりして、その可能性は十分にあり得ると思うぞ。ちなみにブラーエのこのつけ花は真鍮製だったそうだ。銅と亜鉛の合金ですか。五円玉と同じ素材ね。そんなつけ花で残りの生涯を過ごしたブラーエだが、最後はなんとトイレの我慢のしすぎが原因で命を落としてしまった。これまた変な理由でやらかしをしていますね。ブラーエは貴族がゆえに、かなり礼儀が正しかったんだ。だから宴席や会議などで、誰かが発表をしている時にトイレに行きたいと思っても、それが失礼だと思い、トイレに行くことをずっと我慢していたんだな。トイレに行きたい時は正直に言うべきよね。先生トイレー。って、先生はトイレではありません。言うと思った。ブラーエの遺体を調査した結果、膀胱が破裂したことが原因で亡くなった、と結論付けられたんだぜ。いろいろな分野ですごい人だったけど、トイレには弱かった模様。4人目に紹介するのは、17世紀のスウェーデンを生きた、獅子王という異名を持つ、グスタフ2世アドルフだぜ。獅子王ってめっちゃかっこいいわ。ゲームで出てきそう。グスタフ2世アドルフは、1594年から1632年に生きた、スウェーデンバーサ朝第6代の国王なんだ。1592年から1632年。40歳しか生きていないの？そうなんだよ。アドルフが在位したのは1611年から1632年の21年間。たった21年間で、スウェーデンを軍事大国にまで成長させたんだ。なるほどなるほど。ちなみにアドルフの娘は後のクリスティーナ女王で、アドルフの時代からおよそ1世紀の間、スウェーデンはバルト帝国の時代、と言われるほど強かったんだぜ。これは正真正銘の偉人間違いなしよ。アドルフは幼少期からその天才っぷりがあらわになっていたが、彼の人生はハードモードそのものだったとも言える。幼少期から天才って、どんなことをしたの？まず、アドルフはたった9歳で公務に就き、17歳から父と共に戦争へ赴いた。その戦争で父が亡くなると、アドルフは父から王位を継ぎ、スウェーデンの王様となったんだ。9歳で公務に17歳で戦争、そして王様。今ではまるで考えられないわね。9歳なんてまだ小学生じゃないの。さすが天才、といったところだな。ちなみにアドルフは言語にも堪能で、ネイティブレベルのラテン語やドイツ語、コミュニケーションが取れる程度のスペイン語、英語、ロシア語など、ヨーロッパで使われる主要言語はほぼほぼ習得していたみたいだぞ。義務教育9年をまともに受けても英語を喋れないのが、恥ずかしく思えてくるわ。アドルフが17歳の時に参加していたのは、デンマークとのカルマル戦争で、
王である父が撃たれた際、現在の兵力じゃデンマークには勝てない、と判断し、賠償金を払って敗戦を喫しているんだ。初戦で敗退するのは悔しいわね。その後アドルフは自国の軍事力を上げようと努力するようになり、1620年にはドイツの貴族の娘、マリアとの結婚を名目として、たびたびドイツに訪問したぜ。マリアちゃんが大好きだから？いや、結婚はあくまでも口実で、実際はドイツの軍事施設を見学していたんだ。そしてそれを用いて自国内で軍事改革を行い、スウェーデンを強くしていったのさ。恋愛よりも仕事を選ぶ男、アドルフ。軍事改革を続けている中、いとこにあたる、ポーランド王のジグムント3世が王位継承権を求めてきたことで、アドルフは再度戦争を始めることになる。親戚の中で戦争なんて、さすが王族ね。アドルフはジグムント3世に折れるわけにはいかず、全力で反撃。だがまたもアドルフはポーランドとの戦争で惨敗し、危うく命まで落とすところだったんだ。危ない危ない。そんなに危険な状況に陥ったの？アドルフは戦闘中に、頸部と右腕を狙撃されたことで馬から落ちてしまった。とどめを刺される寸前で、なんとか助かったっていうレベルだな。まさに九死に一生を得るってやつね。さて、その頃世界では、ヨーロッパ諸国が参加する大規模な戦争、30年戦争が繰り広げられていた。30年戦争ってどんな戦争？いわゆる宗教戦争ってやつだ。キリスト教のカトリック派 VS プロテスタント派、という勢力で行われていたが、アドルフはこれにプロテスタント派として参加することを決意したんだぜ。ちょっと、ポーランドとの戦争でなんとか助かったっていうレベルだったんでしょ？それなのに参加するなんて、何か理由があったの？アドルフ自身がプロテスタント派だったのと、ポーランドがカトリック派だったからだろう。ここでもポーランドとの対立は目立っていたのね。ってことで、アドルフは30年戦争にプロテスタント派として参加。1631年、ブライテンフェルトの戦いで神聖ローマ帝国軍に圧勝したことから、名を知られるようになり、カトリック派から特に警戒されることとなった。おお、30年戦争でやっと勝利を手にしたのね。アドルフに対抗するため、神聖ローマ帝国はバレンシュタインという将軍を使わせる。将軍は、アドルフが先人を斬る習慣があることを知っていたため、自分の兵に、敵軍の戦闘にいる王を攻撃するよう、指示したんだ。なかなか賢いわね、バレンシュタインさん。戦場は霧に包まれ、視界も悪かったため、近視のアドルフは間違って敵の前にポツンと出てしまう。敵がそれを見逃すはずもなく、アドルフは即座に撃たれ、人生の幕を閉じたんだぜ。せっかく国をここまで強くしたのに。これは悔しすぎるわ。次に紹介するのはアッケラだぜ。アッケラ？誰？この人は、とにかくアジアからヨーロッパの地域にかけて暴れていたことで有名なんだ。アッケラは406年から453年に生きていた人で、彼はフン族という中央アジア、コーカサス、東ヨーロッパに住んでいた、遊牧民族の王だったのさ。中国史でもよく出てくるけど、遊牧民族って暴れがちよね。それは否定できないが、中国史の遊牧民族は撃退できるのに対し、このフン族というのは神聖ローマ帝国でさえも撃退できないほど、とにかく強かったんだ。あの神聖ローマ帝国でも撃退できないの？そうだぞ。アッケラは喧嘩が強い上に、頻繁に紛争を起こすことから、ヨーロッパでは、神の災いや神の鞭、大進撃、と恐れられていたんだぜ。あの有名な進撃の巨人で言ったら、超大型巨人的な存在なのかな？アッケラが部族を率いて戦闘を繰り返した結果、フン族の領地は、現在のロシア、東ヨーロッパ、ドイツまでを結ぶ大帝国を築き上げるほど広がった。遊牧民族がここまで領地を確保できるのは、中国の元とフン族だけかもしれないわね。ああ、そうかもしれないな。アッケラは強力な騎馬部隊を率いる王だ。その力を知らしめるかのように、次第に、西側の国に対して無茶な交渉を押し付けるようになる。特にローマ帝国との交渉では、フン族の脱走兵の引き渡しや、フン族の捕虜から脱走したローマ兵の買い戻し、お金の請求、フン族と敵対する部隊と同盟を結ぶことの禁止など、多大な要求を突きつけたほどだ。そんな要求を、ローマ帝国が飲むなんて思えないんだけど。もちろん、ローマ帝国はこの条件に合意するつもりなんてなかったさ。だが相手は強力な武力を持つフン族だ。言うことを聞かないローマ帝国をボコボコにしてしまった。それをされると条件を飲まざるを得なくなるわ。にもかかわらず、こんな暴れん坊で、もさもさムキムキな男アッケラを見て、西ローマ帝国皇帝の姉が、惚れてしまった。え？自分の国を攻撃しているアッケラに？信じられないよな。それで皇帝の姉はアッケラに求婚し、これを理由にアッケラはさらに西へ進軍。最終的にローマ帝国は大量のお金をフン族に渡して、侵攻を食い止めたんだ。お金ねえ。フン族はお金だけ欲しかった説があるかもよ。いや、意外や意外、ローマから巻き上げたお金はたくさんあっても、とてもじゃないが、贅沢な暮らしをしているようには見えなかったそうだぞ。謎な王様ね。あれ、でもフン族って、それだけ猛威を振るっていたのに、歴史の授業で、あまり出てきた記憶がないほど影が薄いのはなぜかしら？ああ、それはフン族、元いアッケラの最後があっけないものだったからだろう。アッケラはなんと皇帝の姉との結婚式で亡くなってしまったんだ。
なに、実は求婚は策で、アッティラ毒殺のために皇帝の姉がやった的な？いや、アッティラの死因は、鼻血の大量出血による窒息なんだぜ。は？毒殺の可能性も否めないが、研究家によると長年続いた大量のアルコール摂取で、血管が破裂したことが原因だという。アッティラの最後がダサい。ある意味、ハードモードな人生だろ？まあ、そうだけどね。さて、人生がハードモードだった偉人5選はどうだった？やっぱ偉人と比べたら、私の人生なんてイージー中のイージーよね。投獄されたこともないし、鼻血を大量出血することもないからな。いや、鼻血の大量出血はダサすぎる。投獄か鼻血かと言われたら、私は迷いなく投獄を選ぶわ。そこまでか。それじゃあ今日の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。